上野隆博は北海道室蘭市出身、神奈川県横浜市在住の D1 ドライバー。エアロパーツのバーテックスシリーズなどを展開しているパーツメーカー、T&E の社長を務める。アメリカのロサンゼルスにも自宅があり、そこを拠点とし、北米での自身の活動をマネジメントするバーテックスエンターテインメントインクを設立。日本とアメリカを行き来する生活を送っている。 愛称は、ウエジン。高校卒業と同時に日産、スカイラインを購入し、ドリフトを始める。24歳で、カーメイクティ &E を設立し、宣伝されたエアロパーツで業績を上げる。2000年に開催された第1回全日本、プロドリフト選手権大会で30ソアラを借り、準優勝。その後、趣味と会社宣伝を兼ねて、D1 グランプリに、 ドリフト走行には不向きとされる30ソアラで参戦し続けた。ドリフト車両の主流とされるシルビアや RX-7 に比べるとソアラはハンドルの切角も少なく、さらに車重も約150から2 0 0ラム以上も重いため、それを補うために高価なカーボン製パーツを多用し、軽量化を図っている。しかし、 このハンデがカバーされシリーズチャンピオン争いに絡めたのは D1 初期のみでライバル車の軽量化も進んだ後は決勝ラウンドに進出するのが精一杯な状況が続いた。しかし2006年度に投入した車両では2007年度チャンピオンの川畑正人と決勝で争うまでに力を上げている。当初より横浜タイヤがタイヤサポートスポンサーとなり同社のアドボンネオバの 商品プロモーション DVD にも愛車のソアラで登場している。2009年からは E92BMW3 シリーズクーペで D1 に参戦。エンジンは 2JZ を搭載し 800PS を発揮。ミッションはシーケンシャルミッションを採用。デフはソアラ用を搭載している。2012年は映画ウルトラマンサーガとのタイアップで、 ウルトラマンサーがカラー仕様の車両で参戦し、途中、ウルトラセブンカラーとなる。この時から M78 星雲にちなんで、ゼッケンも78となり、2020年現在もこのナンバーを使用している。2016年より、ファンの声に加えて E&E の20周年ということもあり、再びソアラで D1 に参戦を開始。2017年には、 横浜タイヤからゼスティのタイヤにタイヤメーカーを変更した。2019年よりレクサス RC に乗り換え、タイヤもバリのタイヤに変更。2020年よりタイヤをサイルンタイヤに変更。2021年8月、新型コロナウイルスに感染し、入院していたことを自身の YouTube チャンネルの動画で公表した。ありがとうございます。